義経殿と清盛が睨み合ってるね。義経殿に手を貸し、厄介な妖魔を潰すとしましょう。義経ならまだ話が通じるか。接触し協力を申し出るのだ。単に協力を申し出て義経殿を信じてくれるかどうか。ここは手土産が必要だ。先に清盛杯から妖魔を倒しておくとしよう。いきなり明日の京に近づいても警戒される。戦いになってしまうのは避けたいところだね。先に妖魔を倒してから接触を図るとしよう。位置が出ます。さすがさすが、大変なご活躍。こちらもおこぼれを頂戴したいですよ。メッセ、加減はせぬぞ。源義経と平清盛、彼らの直接対決はないはず。こんな歴史的瞬間を間近で見られるなんて。元成殿、いつになく気合が入っていて何よりだ。義経、押されているようだな。我らが手を貸そう。門を開けてはくれぬか。このままでは清盛に押し切られぬ。仕方がない、一時的にお前たちの手を借りよう。こんな争いに巻き込んですまない。協力には感謝するが、清盛は俺の手で撃たせてくれ。直接対決の邪魔をしないよ。私たちは義経公の進軍を援護するとしよう。やあやあ、近くば寄って目にも見よう。源の義経、今より攻めかかる。どけどけ、弁慶様のおとりだぜ。すごいね、君の活躍をずっと見ていたよ。敵将見つけたぞ。失礼のやつ、この森様にバレてないって。今のうちに俺が討ち取ってやるぜ。好きにやる。位置が出ます。歴史的な戦いに水を差してほしくないな。あの妖魔には早々に退場してもらわないとね。決める。今こそ攻め立ててやろう。決める。清盛様、申し訳ありません。天白さんとやってるじゃん。せい、や胸のりが清盛殿。まさか秘密の術で操られているのか。胸のりさんと戦うことになった気分はどう。春を傷つけず私だけを倒せるかしら。さすがさすが、大変なご活躍。こちらもおこぼれを頂戴したいですよ。大無理さん、予想以上の腕よ。本当？我が棍棒のサビにしてくれるわ。砕かれるのと裂かれるの、どっちが好み？剣を抜かせないでほしいんだがね。おや、拙者は一体何を。よくぞダッキのみを倒してくれた。その武芸、扇を上げた与一の矢に匹敵する。義経公から那須与一公の扇の的の話が聞けるとは。狙った敵だけを倒して本当によかったね。兵士が優勢なのをここまで。さあ天候に転じよう。壇ノ浦の戦いみたいにね。
守りも俺にお任せだぜ。哀れざる現れおったか。それにするしかあるまい。さすがの働き、お主が味方でよかった。遊んでくれんのかい。元成殿は俺と同じ匂いがするね。はかりごとで乱世を渡っていく類いだ。あっはっは、私もそんな気がしてたところだよ。お前もこんな話をしたからな。第三第三ドン、あんたは強えね。よし、かいし。よろ、あいらじきじきに相手してやる。龍馬はあらかた片付いたか。全員、清盛のもとへ侵入せよ。清盛、源氏と兵士の決着、ここでつけさせてもらうぞ。すごい、目の前でこんな戦いが見られるなんて。やった。成仏するにはまだ早い。我が宿願果たすまでよ。日の本無双の源氏武者の誇り、殿下に示した。おむしたか。これが弁慶様のご主君の本気を。頑張ります。見ていて。さすがさすが、大変なご活躍。こちらもおこぼれを頂戴したいですよ。勝手な真似をする味方などいらん。守り抜く。清盛、義経、人間道、まとめて消してくれよ。好きにやる。頑張ります。おい、この空気逃せんのな。全員ボディを狙え。よし、俺様がぶっ倒してやる。お見事。どうしやら踏んじまった。任せてもらって。はぁ、はぁ、はぁ、遠慮は無用なのじゃ。お主こそ真の三国無双よ。源義経、平の清盛に乱世の勧誘曹操、さらに力と知恵を兼ね備えた神の共演だ。そしてそばには古の大軍師覚殿もいる。見ていて。ああ、何か書き留めておけるものはないかな。元成殿、凄まじい盛り上がりようだね。な、楽しそうで何をや。今こそ攻め立ててやろう。頑張ります。見ていて。勝手な真似はさせん。敗北というのもなかなか。お前と戦えるが楽しいんだ。触れてやるわけにはいかん。さすがさすが、大変なご活躍。こちらもおこぼれを頂戴したいですよ。元成、お主の才気はなかなかのものよ。同じようにいれば我が配下にしたかったが。かの曹操に誘われるなんて夢のようだよ。ここは毛利家も歴史家もぶっちゃるべきかな。打ちが出ます。決める。次にやる。頑張ります。全力。
えられない。さすがの働きを。ただお主の味方でよかったわ。今回の助太刀には礼を言う。だが